皆様バンイケーバお楽しみいただいてますか。ここからの時間はファンの皆様からの質問を棋士にお答えいただくコーナー、バンスタアンサーの時間です。今回ご登場の棋士はこの方、赤塚健二棋士です。赤塚健二棋士のプロフィールをご紹介いたします。1990年12月21日生まれ、北海道根室市出身の31歳。2011年1月8日スーパーこまちで棋手デビュー。2011年1月15日円珠王冠で初勝利。7月10日現在で通算627勝、先日1日5勝と大ブレイクでしたね。それではお待たせしました、赤塚棋手にバンスターアンサー。昔のビデオで少しあります。気合が入った乗り方をしてました。昔はありましたけど、最近はあまりないですね。キャラが濃いのかわかんないですけど、サルマ大将とかヤサンヒカルが少し圧が強いですね。つなぎ場で馬の前を通るとちょっとかかってくるような、ちょっとかまってほしいような感じはあります。刺した方が気持ちいいところはありますけど、逃げたらちょっと焦って障害をミスるところが結構あるので、その感じが強いのかなと思います。今のところまだ現れてません。ご飯を食べてお風呂に入ってすぐ寝ました。そうですね、朝の時間帯があまり合わないので最近あんまり喋ってないですね。ちょっと今夏バテ気味で、ちょっと人参いっぱい送ってください。今年も暑いですが、競馬場に足を運んで応援よろしくお願いします。赤塚健二騎手、終始ニコニコと赤塚スマイルを見せてくれました。それではベストクエスチョンに選ばれた方にサイン入りグッズをプレゼントいたします。今回ベストクエスチョンに選ばれたのはこの方です。ゴーさんです。おめでとうございます。さて、次回ご登場のプレイヤーはこの方、島津新騎手です。バンスタアンサーでは島津新騎手への質問を受け付けいたします。応募はメールでお願いいたします。ご覧のアドレスまでどしどしお寄せください。何個でも質問 OK です。懸命にバンスタアンサーとご記入ください。質問の他にあなたの郵便番号、住所、氏名、ペンネームをご記入の上お送りください。ベストクエスチョンに選ばれた方にはプレイヤーサイン入りグッズをプレゼントいたします。皆さんのご質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バンスターAh!